作官学院修習期限定講座パッケージの授業講師の作官です。今回紹介するのは1990年にジャレコがファミリーコンピューター向けに発売したジャジャマル激魔伝幻の金魔城です。はい、で、こうかな。で、まあこう向けて、まあ基本的にはなんかロゴってよりは普通のテキストでね表記されてるようなタイトルですよね。あれ全部見た。で、はい、裏面です。ということで、まあ、表面から見ていくと、ね、ファミリーコンピューターのロゴで、ジャレコのロゴがあと、まあ、マークがあって、で、ジャジャマル激魔伝っていうね、ロゴがあってね、激魔伝っていうね、ひらがな表記があって、その下に幻の金魔城っていうように、タイトルが表記されています。で、一応ね、まあ、城があって、多分これが幻の金魔城なんでしょうね、多分。幻だからこれであっていいのかわからないんですけど。で、まあ、敵がうようよといる中で、もしかしたらこっち側にも敵がいるかもしれないんですけど、まあ、ジャジャマルくんが、まあ、女の子を守ってますね。で、なんかここにでっかいなんか顔があるのだけがなんかぼやけた感じなんで、もしかしたらこいつがボスなのかもしれないです。で、まあ、裏面ですね。あ、そういえば、あれですね。この金魔城とかね、ルビ振ってないけど、ここではちゃんとルビが振ってあるんですよね。ジャジャマル激魔伝、幻の金魔城。だから読める。まあよくわかんないけど。で、裏面。で、ジャンル表記、アクション、RPG ってね、アクションがびっくりマークで、RPG が剣というね、このなんか、RPG 優遇されてんじゃん、このマーク、アイコンみたいなね。で、画面写真が3つあって、で、暗黒の世界に光を取り戻せ。あるよ。人里離れた忍びの村に傷ついた一人の侍がたどり着き、城が大妖僧によって滅ぼされたことを告げた。一計を案じた長老は光の少年忍者ジャジャマル君、ジャジャマルを呼びだ、呼び、ん？ジャジャマルを呼び打倒、大妖僧を告げた。かくしてジャジャマルは遥か金魔城にそびえる悪の巣窟、幻の金魔城を目指して旅立っていった。これぞジャパニーズアクション RPG の決定版ということで、結構大きく出てますけど。で、バックアップバッテリー、ん？バッテリーバックアップ付きで、シャープ C1 では使用できませんってね。これやっぱ桜姫なんですかね。まあ気になった方はプレイするといいですよ。以上、作官でした。